命がけで北アメリカ大陸を調査した男たちの物語を紹介。どうも、本を読んだら最高の景色、福沢です。突然ですが皆さん、情報が全くない場所に行くという経験をしたことはありますか？例えば現在では旅行をするにしても、事前に観光地や泊まるホテルのこと、さらには当日の天気や気温などをネットで調べてから出発するという人がほとんどなのではないでしょうか。また特に海外を訪れる場合には、その国における基本的なマナーや信仰されている宗教などを知っておかないと、思いがけないトラブルに巻き込まれることも。今や見知らぬ土地や場所へ行くには、しっかりとした準備や情報の入手が欠かせない時代であると言えるようです。しかしテレビも SNS もない19世紀の初め、まさに何一つ情報のないまま未開の地を訪れ、そして想像もしていなかった場所や人々と出会った勇敢な男たちがいました。当時まだアメリカ国民が足を踏み入れたことのなかった北アメリカ大陸を調査したルイス・クラーク探検隊です。今回はこちらの本を参考に、彼らが北アメリカ大陸という未知の世界を探検したその偉業を紹介します。明石の利用著、ルイス・クラーク探検、アメリカ西部開拓の原初的物語です。明石先生は歴史人類学系を専門に、同志社大学などで教鞭を取った方で、筑波大学名誉教授です。また本書の他にもアメリカの歴史に関する多数の本を出版しています。この動画を見ると、ルイス・クラーク探検隊にまつわる印象的なエピソードや、彼らが探検にかけた熱い思いを知ることができます。未知の世界に挑んだ者たちの不屈の精神を感じられるはずなので、ぜひ最後までお付き合いください。1804年5月14日、メリウェザー・ルイスとウィリアム・クラークという2人の男を隊長とした50人近くからなる探検隊が、3隻の船でセントルイスを出発します。それは第3代大統領トマス・ジェファソンの命令を受けたものでした。新たにアメリカ合衆国に加わった北西部地域を探査し、太平洋に連なる最短の航行可能なルートを探ることが主な目的でした。その中で景観及び土壌、先住インディアンやその他動植物、火山、気候などについての情報を集め、後に報告することが求められました。それは領土拡大のためというよりも、科学的捜査の性格を持っていたものと言えました。また先住民と友好関係を築くこともミッションの一つでした。このような使命のもと、探検隊は出発しました。彼らは数多くの困難に出会いながらも、使命を達成することに努めます。命がけのグリズリーベア狩りや、息をするたびに吸い込んでしまうほどの蚊の大群に襲われたり、大きな滝を迂回したり、道なき道を行く険しい山越えがありました。食料不足から貴重な馬や犬を食べたこともありました。生活に欠かせない塩を作ることも必要でした。そしてある日、オットー族という先住民と接触します。ルイスはオットー族の族長の前で演説をします。子供たちよ、我々はアメリカの偉大な支配者の元から派遣されてきた。アメリカ合衆国大統領こそがあなたたちの新しい保護者である。これに対し、オットー族の人々は頼れる父がいることを嬉しく思うと喜んだそうです。しかし中には、探検隊の訪問に敵意を抱く先住民もいました。その名はティートンスー族、ミズーリ川を事実上支配していた部族です。彼らは探検隊の差し出した贈り物が少ないことを理由に、反抗的な態度を見せます。そこから両者は一触即発の状態、いつ戦いが始まってもおかしくない状況が続きました。ですが探検隊は、スー族の横暴な態度にも強い姿勢を見せ、不毛な争いはせず、彼らの元を静かに去ったのでした。もしこの時スー族の勢いに押され、不当に高い交通料を支払ったり、争いの末に物資を失ったりしていれば、その後冬を越さなければならなかった探検隊は、行く手を閉ざされていたかもしれません。彼らの冷静な判断が称えられる一方、先住民はアメリカと友好な関係を築くはずだという探検隊の、そしてジェファソン大統領の期待をも裏切ることにもなりかねない出来事でした。往路で病死した一人と、軍機違反で除隊された者を除いて、隊員は全員セントルイスに帰還しました。出発からおよそ2年4ヶ月後の1806年9月23日のことでした。また隊員の中には、唯一のアフリカ系アメリカ人である黒人のヨークという隊員や、唯一の女性であるサカガウィアという隊員がいました。二人とも探検の成功に大きな貢献をした隊員です。先住民はヨークの皮膚の黒さと髪が縮れていることに驚きました。またサカガウィアは出産後間もない男子を伴っていました。彼女がいたことは、先住民に対して探検隊は平和の大使であるという印象を与えたのでした。探検隊は太平洋までの最短のルートを見つけられませんでした。太平洋岸に達しても、期待していたアメリカ合衆国の船は見当たりませんでした。探検隊が赴いたのは、白人のヨーロッパ系アメリカ人にとっては初めての地域でしたが、人跡未踏ではありませんでした。先住民が多くいたからです。しかし探検隊は、自然科学に深い関心を持っていたジェファソン大統領に、ラッコの毛皮やオオヒツジの骨格、多数の植物の標本を送りました。彼は特に先住民の一部族長が探検隊に同行して来訪したことを嬉しく思いました。探検隊を迎えたジェファソン大統領は、彼らを次のように称えています。
ルイス氏とクラーク氏が率いた探検隊は我が国の大陸を横断する通路の地理について詳しく調査し、流域の特徴、通称の可能性と住民について明らかにするという困難な事業を成し遂げた。彼らの偉業は国民の称賛を得るに値する。大統領からこのような素晴らしい賛辞を受けた探検隊、そもそも彼らはどのような思いで一歩間違えれば命を落とす危険すらある北アメリカ大陸という未開の地の調査に臨んでいたのでしょうか。その思いを知るヒントとして、ある日誕生日を迎えたルイスがこの探検にかける思いを述べた文章を最後に紹介します。今日私は31回目の誕生日を全うした。人類の幸福を高めるために、また次に来る世代の知識を進めるために、自分は本当にわずかしか貢献していないのではないかと考えている。怠惰のうちに多くの時間を過ごしてしまったことを後悔している。もしこの時間を有効に使っていたならば、どれだけ多くの知識を得たであろうか。今となっては過ぎた時間を取り戻すことはできない。そこでこのような暗い気持ちを払いのけ、努力を重ねることを心に決めた。これまでは自分のためだけに生きてきたのであるが、将来は人類のために生きたい。本ではここで紹介しきれなかった探検隊による2年以上にも及んだ調査の詳しい内容や、その後隊長のルイスを襲った悲しい出来事などが描かれています。探検隊の残した貴重な探検の記録をぜひ本書で辿ってみてください。さて、これで今回の動画は終了です。もっと知りたいと思った方は概要欄より Amazon に飛んで読んでみてください。 Kindle 会員なら読み放題なのでお得です。コメント欄から感想もお待ちしてます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。本を読んだら最高の景色、福沢でした。